思います。では川端さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。川端大輔と申します。ありがとうございます。グローバルチームを組成っていうふうにちょっと格好をつけているんですけども、今日のセッションでは実際にそのリモートで、グローバルのメンバー、グローバルといっても、欧州、US ですね。で、今実際に一緒に働いてるんですけれども、でそれをどのようにして、進めたのかということを私の赤裸々なお話をお伝えしていきたいと思っております。で、セッションの流れが最初の募集要項の作成あたりから、例えば、面談をどういうふうにしたかっていうふうに、細かく9つのセクションに分けています。で、そのセクションごとに質問ありませんかっていうふうにちょっと言っていきますので、で今日は私の体験談を洗いざらいお話ししたいなと思いますので、ぜひバシバシ質問していただければ非常に嬉しく思います。で、私についてなんですが、先ほどご紹介していただいた通り、IT の法人営業をやっていて、フリーランスエンジニアでそのまま法人なりして、で、受託開発をやってたんですが、なんか自社サービスをやりたいということで、去年の年末ぐらいですね、いろいろ考えて、始まったというのが今です。で、2児の父でございます。で、それ以外の生活はほとんど、開発とサービスを開発しまくっているという、男です。で、そもそもなんでグローバルに行こうと思ったかということをお話しします。で、当時の状況は私と CTO の2人で、会社をやっていて、で英語レベルとしては海外経験ほぼ全くないです。で、もちろんろくに英語話せないですし、書けないという状況から、ただ技術系のドキュメントをこう英語を読み解いて、なので読むのは少し慣れていたというくらいですね。で、新しい自社サービスなんですが、これがワードプレスのサイト、ホスティング込みで月額で購入もしくは販売できるプラットフォームをやっています。中身についてはスポンサーブースも出してますんで、ぜひ後でいらしていただきたいんですけど、このワードプレス市場っていうのが例えばプラグインを販売している人たちは、めちゃくちゃそのグローバル で全員やっぱり英語で販売しているっていう状況があったので、これはまず英語で展開はマストだなと。で、私の個人的な動機としても、ソフトウェアらしい、グローバル展開できるサービスをいつかやりたいと思っていたので、この機会にちょっとチームもグローバルやってみようかという、気持ちでした。で、余談ですけど、これは、ワードプレスのプラグインとかテーマを販売している人たちの、販売数量を国で分けてるんですけど、もちろん US が、どでかい会社が多いんで、非常に多いんですけど、それ以外だと意外とルーマニアとか、インドネシア、エジプト、もろもろそのアフリカの方は、あまり少ないんですけど、割と全世界的に、プレイヤーがいると、言える状況でございます。よし、グローバルに人探しをしてみようというのがここの流れですが、学んだこととしては気持ちと妄想で最初はスタート、したらいいんじゃないかなと思います。一つ目のセクションで何かご質問ございますでしょうか。まだないですね。はい。で、いざ募集を始めます。で、気づいたことが、結局ろくに書けないのに、募集どうするねんということに気づきました。で、具体的にやったことが、クラウドワークスで英語できる人いませんかというふうに探しました。で、とてもラッキーなことに、
マイクロソフト出身で現在コンサル会社を立ち上げているという、非常にプロフェッショナルな方に出会えて、それも初めは SNS を英語で運用したいですっていう募集で、そうですね、募集をかけました。で、まあ、実際の、テキストというのも、なんか新サービスを立ち上げるにあたって、SNS を発信を担当してくださる方を募集しますというような内容でした。で、この文面等々は、スライド自体を公開しますんで、まあ、もし使いたい方がいらっしゃったらコピペで使っていただいても大丈夫ですというのが、そうですね、ご利用可能です。で、まあ、結局こういう、まあ、明るい感じで募集をし始めたんですけど、まあ、プロフェッショナルの方に出会えたというところで、でそこから日本語バージョンの募集文章をまず私が書きました。こんな感じですね。これ実際に翻訳をお願いした文章です。お仕事をご覧いただきありがとうございます、うんぬんかんぬんで、背景うんぬんかんぬんと書いていて、まあ誰でもできる募集の、文章を書いて、それを翻訳してもらったと。 Thank you for interesting ブラブラブラですね。で、ジョブバックグラウンドうんぬんかんぬん。で、完成して、まあ、いざ募集を開始しようという段階になりました。で、ここで、まあ、振り返って思うのが、できない、英語できないならできないなりに、プロフェッショナルの方に、助けてくださいというふうに、もう募集をかけてしまっていい。なんか、全部その社内でやろうとすると、まあ、下手な英語も出したくないですし、こうついつい尻込みしがちですけど、プロフェッショナルがいるとこにはいるので、思い切って探してしまいましょうというところですね。で、これは実際の募集の反応にも関わってくるんですけど、できる限り細かく書いた方が募集が多くなるのかなと思います。っていうのは、そうですね、クラウドワークス自体も募集は僕は結構し慣れてるんですけど、やっぱり、詳細を細かく書いてあげた方がその質の高い人が集まりやすいのかなと思います。まあ、募集文面ができたので、ここからいざ募集開始するぞというところに入ってきますが、ここまででご質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。堀口と申します。その、募集を開始されるまでの、その翻訳とかを依頼されたと思うんですけど、そこまででそのコストとかっていう面ではどうですか。はい、ですね、ぶっちゃけ時給でやっていただいてました。で、新しいサービスやりたいんですっていう、こう情熱を前面に出しつつ、でなので結構割安でやってくださいました。で、具体的には時給1600円、やっぱりそれぐらいの経験の人で、その価格でやってくださってて、まあほとんどなんかうん、いいよやってあげるよみたいな、そういう雰囲気になっていたっていうのがあります。わかりました。はい、ありがとうございます。質問いただくのめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃらなければ。英語で募集をかけるっていうことだったんですけど、はい、その募集をかけるプラットフォームの選定ってどうやってされたのかなと思いまして、お願いします。ありがとうございます。では、その辺を次のセクションで話していきますので、次に入っていきたいと思います。ですね、で、まあ、募集を開始しようと。
これ最後最終的に分かったことは、まあ、人がたくさんいるよねという話なんですが、今まさにご質問いただいた掲載した媒体3つあります。ワードプレス、ジョブズ、アップワーク、ハブスタッフ、タレントです。じゃあどうやって探したのかっていうと、検索しました。当たり前ですが、ワードプレス、ジョブとかジョブポスティングフリーとか、そういうワードで探すと、とんでもなくたくさん出てくるんですね。まあ、今回3つだけ選びましたけど、実際はもう無数にありました。で、ユーザー数が別に少ないわけではなく、ちょっと名前は出てこないんですけど、本当にめちゃくちゃたくさんあります。なので、まず無料で出稿できるところに、出稿できるところを使おうというので3つ選定しました。で、ワードプレスジョブズっていうのは、これドットオルグの多分ウェブサイトの一部なんですけど、ここに毎日、ワードプレス関連のお仕事がボン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 掲載されてます。で、多くはウェブサイトを作ってくださいっていうのが依頼が多いですね。なので、この媒体を見てる人たちは、割とその何ですかね、制作サービスを提供している人とかが多いのかなと思います。まあ、それ以外にも翻訳とかライター募集とか非常にデイリーで掲載されてます。で、アップワークです。これは要はクラウドワークスみたいなサービスで世界最大です。で、まあ、ちょっと歴史を言うと、このアップワークっていうサービスはいろんなクラウドソーシングサイトを買収して、もうすごく大きくなっていて、なのでユーザーベースで言うと、おそらく世界一なのではないかと。で、フリーランサー2000万人ですね。で、特徴としてはここで生計を立てている人も結構多いので、時給も例えば、プログラマーで5000円です6000円ですっていう人たちもたくさんいます。で、ハブスポットタレントというのは そんなに登録者は多くないんですけど、まあ、5万5000人ぐらいが登録しているジョブマッチング無料で使います。で、3つ使って応募数ですね、1週間で50名、9日間で70名来ました。で、これは僕の予想以上といいますか、こんな勢いで来るのかというのがびっくりしたこととしてあります。で、先ほどのそうですね、採用支援で、お手伝いいただいている方に全員目を通してもらって、で、そうですね、この方に、精査してもらいました。で、媒体別でいくと、ワードプレスジョブズは1週間で30件、2週間でトータル40件、アップワークが、ちょっとタイミングあれなんですけど、2週間で28件、でハブスポットタレントというのが、そうですね、1週間で20件で、2週間で30件ぐらい、応募がありました。で、どの国から応募が来たのかということなんですけど、一番多いのがインドの方です。で、その次に US です。まあ、インドも US も基本的に人口が多いんで、こういう比率にはなると思うんですけど、それ以外には、フィリピンの方も多いですね。おそらくその、フィリピンも国としても、そういうリモートで、採用されるパターンも非常に多いかと思います。そうですね、海外 のワードプレス のプラグインの開発会社さんとかは、アウトソース先を結構フィリピンの拠点に持っていたりっていうお話も聞くので、そういう意味で、海外から仕事を受注するのに慣れているんだと思います。で、それ以外でいくと、まあ、多様な国から応募があります。オーストラリア、ドミニカ、 UK、 ブラブラブラですね。で、まあ、選考をどうするのかっていうのが非常に大変な問題になってくるんですけど、
まあ、これもその採用支援ヘルプの方に行ってもらって、まあ、先ほど70名全員精査したっていう話がありましたけど、そうですね、テキスト見えますか？あ、見えないか。レジュメを精査してもらって、まあ、例えば若いですがエリートですと。で、以前ルーマニアでプロジェクトを行っていたパートナーから、まあ、そのルーマニアのお国柄を聞いてもらったり、あとはそうですね、この募集に対しての、まあ、適性を、例えば B2B セールスの経験があってうんっていうのを、読んでいただいて、でこれ GitHub でやり取りしてるんですけど、全部コメントをいただいてました、はい、でここで勉強になったことは、まあ、ググれば媒体は本当に無数にある、しかも無料 で募集がめっちゃ来ると、で書類選考が難しいんだけれど もうそれも割り切って、経験のある人をとにかく捕まえましょうというところですね。でこれおまけの話なんですけど、インド経済はこれからも伸びる気がしたっていうのが、インドの人たちのそのセールスレッターというんですかね、募集の文章が非常に情熱的で、私はこの案件に最も適していますっていうのが、まあ、ちょっとテンプレみたいになってる感じもあります。というのは、大体インドの、ここはあんま言い方良くないかもしれないですけど、結構その、中身を説明するよりもこう、自分は適してる、すごいです、エクスペリ、フリーエクスペリエンスドですっていう、文章が多くて、なのでちょっとその採用支援の方も、まあ、そういう文面の方は あまり評価してないみたいでした。ですけど、なんかそれくらいそのゴリ押しでいろんな国の案件に対してインドの人たちがこうアプローチしてるっていう事実は、なんかすごく自分自身も見習わなきゃなというふうにも思いました。というのがまあ感想ですね、はい。で、まあ、募集までが、実際に募集開始っていうところまで話したんですが、ご質問ございますでしょうか。特に。では、面談の話に進んでいきます。で、この時点で1月中旬ぐらいですかね。なので、始めようと思ったのが12月で、その採用支援の方と出会ったのが12月末で、面談できたのが中旬、1月中旬なんで、すごいスピーディーに進んでいきました。で、スカイプミーティングを基本的にはやるんですけども、まあ、タイムゾーンの違いでやっぱり結構な時間帯、早朝とか深夜帯も多々ありました。で、早朝の時間帯の時に一回僕がっつり寝坊して、その採用支援の方にまるっきり任せちゃいました。で、この時点でも 40% ぐらいしか英語が分かんないレベルです。で、これはまあ、稀になんですけども、アリさんっていう人から応募が来て、いろいろやり取りをしまくっていて、じゃあ面談しましょうって言ったら、ニシャンさんっていう人がいきなり出てきて、誰なんっていう状況に陥ったんですが、こういう営業代行みたいなことを組織的にやってる会社さんも、まあ、結構いらっしゃる。で、まあ、そういった方々にお願いすることは別に全然悪いことではないと思うんですけど、まあ、検討したが以上お断りしたということがありました。で、いざ決定で、そうですね、もう面談の時点でフィルタリングをかなり精査してもらってたんで、悩む必要はありませんでした。で、ちょっと待ってくださいね。で、あとその面談していく中で分かったのが、結構サス、そうですね、サス系のサービスとかで、
支援経験がある勤務経験があるっていう人も非常にたくさんいます。この辺このセクションで、学んだことが、結局通訳の人を含めて、この支援してくれる方におんぶに抱っこだったと。で、ここについてちょっとお話しすると、ヨーロッパの中でも例えばちょっと東欧寄りになったり、あとはアジアの中でもインドのその地域にもよると思うんですけど、やっぱり物価の差が、結構大きい国も、物価の差というか、それで日本と比べると物価の差が大きいところもあって、でそういう会社、そういう国の人たちは、実際セルビアの方から聞いた話ではあるんですけど、そういう米国のもしくはグローバルで展開しているSASの会社で、リモートで支援しているっていうパターン非常に多いらしいです。なので、そういう東欧系の国々はこの、実際の取引先が、ヨーロッパの西の方だったりUS だったりっていう働き方をしている人がすでに多いですし、絶え間なくそういう求人も実際にアップワーク上に非常にたくさん存在しています。というのが、そうですね、採用までのプロセスです。で、今のお話をちょっと見てみると、これ実際の、アップワークのお仕事検索画面なんですけど、ちょうどワードプレスが出てきてますね。どうしようかな。例えばインサイドセールス、こういうところで調べると、今146個が見つかりましたけど、ちょっとデザインとかですね、マーケターとか募集といったタイプですとか、これまさにインサイドセールスか、ですね。で、特にこのアップワークはそういう、ブランディングが、彼ら自身がそういうブランディングをしてるからなんですけど、基本的にリモートで、働けるお仕事案件がメインで存在しています。で、例えばこういうやつだと、ちょっと時給5ドルっていうのは非常に低い金額ですけど、例えば、そうですね、英語のレベルが指定されてたりというので、こういうところでもうすでにか、お仕事の、流通がすごく非常に行われているというのが、事実としてあります。なので我々それを使っただけとも言えるんですけども、そんな感じでございます。ここまででいかご質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。もしかしたらこれからお話があるのかもしれないんですけど、そういういろいろな国の方、のお仕事される中で、その報酬の支払いのタイミングって、そのなんて言ったらいいですかね、募集する側が、正直どういう方なのか分かんない部分があるんで、先払いなりそういった形で何か要求されたりとかっていう感じになるのか、どういうお支払いのタイミングになったのか教えていただきたい。ありがとうございます。はい、この後のスライドに入ってない話なんで今お答えすると、結論から言うとですね、
私の場合は私から先払いにしましょうっていう提案をしました。で理由はまあやっぱり向こうも不安だろうし、あのこっちとしても何でしょうね、なんかそういう不安を持ちながらあの動いていただきたくはないなと思ったので、稼働する月の最初にお支払いするっていう。でそれは今でもずっと同じで続けてやっています。あの向こう側からは別に特にそうじゃなきゃダメだっていうわけでもなかったっていうことですかね。そうですね、厳密に言うと先に言っちゃったので、あ本当はどういうふうにあの要求されるかは、はい、あの分からないところではあるんですけど、ただそうですね、今一緒に働いてる人たちは、別に月末払いに変更っていうふうにしても、まあもうOK っていうふうに受け入れてくれると思います。ただおっしゃる通り、あの何でしょうね、こうそういう支払いのこととか、そのフィーの話とかがやっぱり前面に出てくるようなその面談もやっぱりありました。だけどなんか、これ個人的な意見ですけど、その話の前にあの中身の話がこっちはしたいのになっていうふうなことを感じたので、まあ、なのでそうですね、中身の話をしてくださる方を最終的に選んだのかなっていう。わかりました、はい、ありがとうございます。他になければ、あ、服部と申します。面談では具体的にどのような質問を行って、で最終的にどのようなポイントで採用決定されたんでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、そもそもなんかどういう方をどう探していたかというと、インサイドセールスといって、何でしょうね、僕らの場合はワードプレスの、プラグインテーマ販売者、既に販売している人たちの、まあ、リストを、持っていたの でその方々に対してずっとコンタクトしていくっていうのが主な業務でした。まあ、B2B 営業に自信がある方で英語の表現に、まあ、ネイティブと同等レベルの方でお願いしますっていうことを一応、まあ、募集の要件に入れてました。で依頼したい内容、ターゲットリストに基づいてオンラインでの、営業活動を行ってもらいます。で、オンラインでの、その、まあ、コンタクトを行っていただき、っていうところですね。なのでここに書いている箇条書きをそのまま質問していたというような形ですね。でワードプレスの知識があって、あとお客さんとリレーションを築くのが得意な方っていうふうにしていて、なのでそのあたりをその質問していったというような形です。あとはそうですね、でまあ彼らの背景とこっちの背景がニーズがマッチしたら、じゃあお願いしますっていうふうにしていました。と結構ざっくばらんな話といいますか、そのパーソナルなことも、まあ、普通に、雑談として聞いたりもしてました。じゃあちょっと業務内容の話に入ってまいります。いざお仕事開始したんですけど、やっぱり英語力が低すぎてみんなを困らせてました。で、今ちらっとお話ししましたが、業務内容はセールスとサポートを中心で、それ以外にも僕が書いた英語のそのウェブサイトの文章を全部直してもらうとか、そういうことをお願いしていました。でターゲットリストに従って、というのが、一応まあ、ノルマといいますか目安として件数を決めて、いました。でフルタイムのメンバーもいればそうじゃない人もいたという感じです。
で実際に参加してくれたメンバーアンドレイ、彼はまだ25歳ぐらいなんですけど、ニューヨークのSASでマーケティングの支援をして、いた経験があります。で、ルーマニアの大学で行くと結構高学歴なところを卒業しているという。で、ダブオードはシカゴにいるんですけど開発系の人間ですが、そういったセールス活動をやってもらっています。で、パブレセルビアにいて、彼は対面のリレーションを作るのがすごく得意な、男です。彼も28歳ぐらいで結構若めの人たちです。で、非常にちょっとした偶然があって、ワールドキャップヨーロッパがセルビアで、今年行われるじゃんというのを2月3月ぐらいに気づきまして、でスモールスポンサーとしてもう行くぞと思って行ってまいりました。でこういった嬉しい偶然もあるなという形ですね。若干時間がないので、駆け足でちょっと行きます。でコミュニケーションの取り方は普段はスラック、スカイプですね。まあスラックの、オープンなチャンネルで、打ち合わせするのが多いです。で GitHub を課題管理ツールお願いすることのそのリストとして使っていました。であとサービスのドキュメンテーションを結構詳細に書いておいたんですね。まあこれは一般の人向けって思ってたんですけど、これをやっぱりチームメンバーにも読んでもらうことで細かいところとかが認識のそのベースとして使えるなと。で問い合わせをもらった時もそのドキュメントを、彼ら自身が参照して、回答しているっていう場面も多々ありました。であとは、とにかく会話が全然レベル低いのでもう文章を書きまくって、共有していくということをやりました。これはもう、GitHub の Wiki の機能を使っていました。であとはそのやっぱり週単位でそのやることっていうのを明確化して、例えば40件連絡するんですとか、そういったところには気をつけていましたが、まあ、まだまだこのその目的を明確化してチームを効率的に動かすっていうところは今チャレンジしているところです。で、ドキュメンテーションやっぱり、細かく書いておくと、まあ、良いなというのがありました。でドキュメントを作るときは日本語で全部バーッと書いて、で、翻訳は言語でお願いしました。まあちょっとボリュームなんですけど、まあ、我々のサービスを説明するのに8000字ぐらいかな、8000字ぐらい、いやすみません、5000字ぐらいで、言語で依頼すると確か3万円とか4万円とかがかかります。まあ、ちょっと高いんですけど、最初のうちにある程度の流度で情報を英語にしておけば結構役に立つのかなと思います。で、ちょっとかけていきますが、エンジニアさんも追加で探してみたんですね。で4月に前回の経験をもとに、あとメンバーでこのスラックでやり取りするうちにビシバシ英語を鍛えてもらっていたので、それでなんとか求人を出しました。まあ、自分自身エンジニアなのでむしろ書きやすいなとは思ったんですけど、実際に出した文章がですね、こういうサービスをやってましてというのを書いています。で、やっぱり技術要素をベースで、箇条書きにしていっていて、まあ、開発の流れとかを書いてます。まあ、実際にはあとこれと報酬の話を箇条書きとして掲載してたっていう形です。で、結果として10日間ぐらいですかね、10日間ぐらいで20名で、割とスキルも限定していたんですけど、Node.js の経験者ちゃんと10名集まってきてくれたんで、
結構スキルセットのレベルが高いなという印象です。で、この時はアップワークにしか出しませんでした。っていうのも、まあ、あんまり募集が来すぎてもこっちが評価できなくなっちゃうので、アップワークのみで、募集したんですが、まあ、スロバキア、ウクライナ、ルーマニア、パキスタン、アルゼンチン、ロシア、インド、統計プラス、ロシア、インド、およびその他の国という感じですね。で、英語さえまあなんとか乗り切れば、よく言われるそのエンジニア不足っていうところの選択肢が一気に広がるんじゃないかなというのをこの経験で思いました。で、まあ、これもグローバルな企業は普通に世界からデベロッパーを捕まえてるんだろうなというのも同時に思いました。本当に非常に簡単ですね。募集を書いてポンと出すと10日間で20名来るみたいなそういうノリです。で、ちょっと最後まで走っていきますね。試したこと、困ったことで、デイリーミーティングを、やったんですけど、非常にコミュニケーションも濃密になって効果的なんですけど、1人1時間ぐらいとか使ってるともう1日が結構1日の半分を使わないといけないので、取られすぎたなというのがあります。で、でかといって定例の全体ミーティングできるのかっていうと、日本、US、EU っていうふうに分かれると結構時間がバラバラになるので誰かに負担をかけるので、やめて、まあ、一応、欧州勢と US のダボードとっていうふうに時間を分けてやっています。これちょっとスライドおかしいですね。最後の、セクションですが、課題感としては当たり前すぎるんですけど、共同作業ができないので結局一緒にこう事業を進めているぞっていう感をもっと出せていけたらなっていうのが、まあ、今後のチャレンジですね。これは私個別の問題かもしれないんですけど、やっぱり自分が開発に入りすぎちゃうと、もしくは、まあ、何かしらの作業に入りすぎちゃうと、その情報共有とかが、どうしてもタイムゾーンの違いとかチャットだけ、スカイプだけでやってるため、遅れてしまうことがあったなと。で、まあ始まっているんですけど、まだまだチャレンジできることが非常に盛りだくさんやなというのが現状の我々の姿でございます。で、まあ、まとめ、そうですね、この中で一番大事なのは、やはり話していても思いましたけど、採用サポートしてくれる人を、素敵な人を捕まえるというのが非常に大事かもしれません。はい、一通り、セッション終わりでございます。で、はい、お願いします。実際 その業務の評価とか、その任せた仕事の受け入れみたいなところってどういう形でされてました？どっちがいいですか、開発の方か？開発の方。ですね、完全に GitHub の、Git Flow でやってました。やってます。なのでプルリクエストを出してもらってっていう形です。で、評価というと、ちょっとそのがっちりとした仕組みにできているのかどうかっていうのはあれなんですけど、基本的にちょっとプルリクエストもそうなんですけど、開発のフローとしては我々日本にいるチームがイシューをすっごく細かく書いて、まあ詳細設計まで終わら、大体ざっくりとした詳細設計を終わらせておく。で、それに従って、実装を行っていってもらうっていうような、フローでやっておりました。なのでアプリケーションのその UI とかその
どう変更するかみたいのは基本的にこっちで考える。で、ソースコードレベルで、ちょっとこれ書いてないんですけど、ファイル名を、ファイルパスを書いて、でここの何行目くらいをこういうふうに変えたいみたいなレベル感まで細かくして依頼してたって感じですね。ありがとうございます。あとそのコードレビューとかはじゃあ自社でされたりとか。そうですね、はいはい、私およびその相棒の CTO のどちらかがやるという形ですね。そうですね、完全に GitHub 上で Git フローベースのやり方をとっています。ありがとうございます。あ、すいません、ちょっと翻訳のところのお話を伺いたいんですけど、はい、さっき言語を使って、まあ、翻訳されたっていうお話があったんですけど、サービスなので例えば、まあ、利用規約なりその契約に関わるところのドキュメントっていうのがあると思うんですが、はい、そういうところはどのように対応されてましたか？そういったその精査が必要になる場所に、そうちょっと専門的な知識が必要な部分って単純な翻訳だけではなかなか難しいのかなと思ったんですけれども、その辺はいかがかなという。実際にやったこととしては利用規約に関してはですね、日本語で書いたやつを翻訳するんじゃなくて、オートマティックが出している規約の GPL の、ものがあるんですけど、それを、持ってきちゃって、で私で編集してそれを英語の US のネイティブのライターさんに、修正してもらうというフローでやりました。なのでそうですね、多分日本語の利用規約からこう英語に行こうとすると結構大変だろうなと思ったので、そういうやり方を取りました。ありがとうございます。はい、他にないかな。どうしようかな。若干時間がありますね。自分でよくあるご質問を書いていきました。給料どれぐらいやねんっていうのは、まあ、ご質問しづらい内容だと思うんですけど、フルタイムでお願いしているわけではないんですけど、その、まあ、でも週の半分ぐらい使ってもらってるんですね。で、その例えば一例だとルーマニアの方で、今、1200ドルを毎月支払っています。なので日本で考えるとちょっと安すぎるんじゃないかというくらいですけども、まあ、その現地の物価と、まあ、その彼自身と相談した上で一応納得できる価格ということで、働いていただいてます。で、例えば調べるとどんどん出てくるんですけど、当ですごく平均給与がガクッとその違うんですね。例えば800ドルとか、それ、まあ、平均値なんでちょっと日本でいうと205万とかなのかな、分かんないですけど、それぐらいのレンジだったりするので、まあ、彼にとっても安すぎる金額ではないはずですね。そのあたりのレンジをやっています。で、さらさらとお話しすると、雇用形態に関して言うと、雇用ってやるとちょっと日本の法律上でいろいろ大変なので、業務委託として、発注しているっていう形態になっています。で、海外送金に関しては、
まあ、そのサービスを提供してもらっている費用として、取り扱っていて、ペイパルで送っています。これは、銀行の場なんだっけ、銀行で普通に送金しようとすると1回あたりの手数料がかなりかかってしまうので、ペイパルで、法人のペイパルアカウントから個人に送金しているというような感じです。そうですね、送金の方法については多分いろいろたくさん世界中にサービスがあるんですけど、日本で利用できるサービスっていうのがすごく少なくって、その辺はそうですね、ちょっと我々のサービス内でも送金が発生するのでどうしたものかというまだ悩んでいるところでもあります。以上でございます。はい、ということで川端さんありがとうございました。